こんにちは、松下ゆりです。おはようございます。1週間ぶり、皆様お元気にされてましたでしょうか？今日は万葉集は120何話だっけ？6話？ちょっと待って、確認する。違う、126も言ってない。120、4話なのに私3ってなってる。6でした。バッチリです。バッシーさん、おはようございます。おはようございますじゃない、こんにちはかな。咲子さん、こんにちは。見に来てくださりありがとうございます。今日は万葉集は126話ということで、私何話かね、同じ番号でアップしちゃってたんで、数え直したら126でございました。ということで、今日は大友家箱推し企画第2弾 急に箱推ししだしたなって思われたかもですけど、実は結構ずっと大友家を、咲子さん、お着物綺麗です、こんにちはっていうこと、わあ、ありがとうです、嬉しいコメント。今日は歌のコーデというか、歌から取りました。ちょっと梅の気分の、冬というか、春先にですね、春先に梅を見て詠んだという歌が今日はあるので、ちょっとそれになぞらえて、こう白い中にふわっとなんか梅の加賀みたいな、そういうのにしてみました。ちょっとね、今日はね、お太鼓結んでみたんですよ。この柄がめっちゃよくって。カイザさんもこんにちは。見えるかな？後ろ綺麗にいってるかな？ちょっとね、キラキラしてるんですよ。本当は先週この馬がいるこの帯を締めたかったので、今日無理やりでもないですけど、締めちゃいました。臼井さん見に来てくれてありがとうです、こんにちは。というわけで、大友家の箱推し企画をしていきましょう。赤花さんも今週もありがとうございます。お元気ですか？なんかね、大友のやかもち子と、私はやかもちゃんからもっちゃんとお呼びしてるんですけど、そのもっちゃんの生態が本当に面白いっていうのが、多分今万葉集で一番推したいことで、でこのもっちゃんが熟成されたこの家系というのがすごく気になってきてしまって、というのもなんかその人たちの関係性とか人柄っていうのが見えることで、よりなんかこの大家族というか、グループ推しみたいな、なんでしょうね、このグループがいたからこそこの子がこう成長したのねみたいなのが見えてくるのがすっごいいいので、ちょっとその辺を一緒に楽しめたらというか、ぜひ知ってみたいな、そういう推し企画なんです。臼井さん、こんにちはということありがとうございます。先週とても楽しかったので、おー、嬉しい。今週もよろしくお願いしますということ、こちらこそよろしくお願いいたします。何か思うことあったら何でもコメントをくださったら、めちゃめちゃ喜びますし、知っていらっしゃることとかあればぜひ。ヒカルさん、ありがとうございます、今週も嬉しいです。ヒカルさんといえば大友家といえばヒカルさんみたいな、ご存知の方も方ばかりかと思いますが、ヒカルさん本当に大友家の推しを、私がお住まいからすごくずっとされていらっしゃる、奥様の多分転生だと私は思っていまして、で私自身はメンタル的にもっちゃん、やかもちのもっちゃんとすごくシンクロする部分があって、もっちゃんの転生なんじゃないのかなと思ってるので、義理の母ですね、義理の母って言ったらあれですけど。メンタル的には。ということで、今週もよろしくお願いします。じゃあ、なかなか聞かない名前のみおりさんという方なんですけど、でも名前素敵じゃないです、みおりさんって。ね、ひかるさん、まだ、タビトさん以外はそこまで知りません。すごい 一人しか推してなかった。そうですよね、確かにそうですよね。というわけで、みおりさん誰やねんっていう話なんですけど、先週お話ししたもっちゃんことやかもち、万葉集を編纂したやかもちくんの、お父さんがタビトさんですね。ヒカルさんが大好きなタビトさんです。で、タビトさんの、上に、安いにまろと書いて、安まろさんというおじい様がいらっしゃいます。安まろさんです。そうですね、ケンカップルの方ですね。で、安まろさんのお兄様にみゆきさんという方がいらっしゃって、みゆきさんは、恩育と書いてみゆきですね。みゆきさんがいらっしゃいます。で、このみゆきさんは、壬申の乱の時にね、活躍されていらっしゃった方で、大将軍と呼ばれていて、でその方の息子さんのお話です、今日は。で、息子さんはおそらく3人だと言われていて、ね、分かりやすいことに長男が兄のマロと書いてエマロさんです。
兄のマロですかみたいな、このそのまんまですねみたいな、ちょっとネーミングセンスを疑われたんですけど、あのご長男があのエマロさんと言いますね。はい、あ、ヒカルさん恐れ大きいことってとんでもございません。ケンカップル、そうケンカップルで覚えてもらえるといいかなと思いますね。あの安丸さんはで、みゆきさんはね、あのあれですよ、竹取物語の求婚者のモデルの一人になったと言われていらっしゃるみゆきさんですね。でその方のエマロさんというお兄様いらっしゃって、でこの方は万葉集には歌が残っていらっしゃらないんですよ、うん、でまあ、あの、まあ、兄のマロがいたなっていうぐらいでちょっと忘れといてください。もうなんとなく覚えておいてください。でここに、あと息子が2人いて、ね、みおりさんとみなかさんといいます。3が異様に好きですねみたいな、3人だったのか、3人兄弟だったのかな、3人兄弟で、でも下が生まれてないのにみってつけるってどうなんだろうみたいな、あのでもみは3 の, あの私はあの今回の画像に3に寄ると書いてみおりって書きましたけど、あのみゆきさんと一緒でオン夜と書いて、あのこれですね、このオンの、夜と書いてみゆきっていう表記のものもあるので、ちょっとあのどっちかは分かんないです。でもね、お父さんから言ったら3じゃなくってこっちのみかもしれないですよねとは思うんですけど、であのいらっしゃいます。でみなかさんの方は中ですね。でここの2人は確かあの2人ともお歌が残っていたはずで、でここにもう1人、あのコマロさんも実はこの兄弟に含まれるんじゃないのか説もあって、コマロさんというのは古いマロと書いてコマロさんです。でももはや何マロやねん、これ以上人増やさんとってややこしくなんねんって思われるかもですけど、あのコマロさんというのは皆さんも多分ご存知の歴史にちょっとだけ関わっていて、遣唐使というのが何回か、ね、唐に行ってたあの時の遣唐使の副使にでいらっしゃって、で副使なんか知らへんって思うかもですけど、あの皆さんもご存知の鑑真和上ですよ、あの鑑真さんが日本に来るきっかけになった時の遣唐使の副使が小麿さんで、であの無理やり連れて帰ってきちゃったあの人です無理やりっていうか、あのこっそり秘密に船に乗せて連れ帰ったって言われてる、それをやったのが小麿さんですよねねっていうね。しかもこの小麿さん、その時に中国のあのね皇帝にお会いするっていう時に、日本の並び順が韓国の方と、まあ、朝鮮ですよね、その時と、なんか席順がね朝鮮の方が上だったので、あのそれは違うんじゃないのって違うんじゃないのってこうイチャモンつけて席順を変えてもらったっていうすごくない小麿さんっていう、なかなかすごいエピソードをいっぱい持ってらっしゃる方なんで、ぜひ小麿さんを覚えておいてもらえたらと思います。あのお歌はね万葉集に確か残ってないんですけど、そういうちょっと面白いエピソードのある方なので、ちょっとあのずれましたが、というこの、 あのいろいろ愉快な大友家の人々のがいる中のみおりさんの今回はやっていこうと思います。です。おありがとうございます。ヒカルさんコメントいっぱい。まだ不勉強ですが、みゆきの息子はまだ解釈に揺れがあるかと。あ、そうなんですね。うんうん。ヒカルさん、みなかは、父兄の骨折はあるみたい。やめて、もうなんか、家系図がぐしゃぐしゃになるからやめて。私やっとこれで覚え始めたのに。ヒカルさん、そもそもみゆきにたくさん息子がいたら、弟の安丸が後継になる流れも、なかなか解釈が難しく、ああそうですよね、それもありますよね、うん、コマロはもっぱらタヌシの息子説強いですよね。ああね、ね、そっちの方があれなので、ちょっとここ入れるのどうかなとも思いながらも、いろいろあのこの辺がはっきりしないんですよ。もうはっきりさせといてくれたらいいのに、もう万葉集の巻末に家系図書いといてよって本当に思うんですけど、じゃあちょっとその家系図の話は一旦置いといて、みおりさんのあの歌とかを見ていきましょうね。もう家系図ややこしいですよね、一旦忘れよ誰の息子でもいいからちょっと一旦忘れよって思います。みおりさんはね、三河の森とかね、出雲の森とかをいろいろ務めていらっしゃったりとかしたらしいです。最終官位は14位下ですね。濃い赤の服は着れたっていう感じですよね。で、
いつぐらいの時代かというと、いつぐらいだ？死亡年月日が弘基5年って書いてますね。宝の亀と書いて弘基。774年に亡くなっているということなので、むっちゃんよりはちょっと前ぐらいですよね。ですよね、みたいな。お、このもやっとしすぎの音も、けかけずつらいって、わかります。ただでさえ名前がかぶりまくってて、あれなのに、もうそこぐらいすっきりはっきりさせといてって思います。あ、前田さん見に来てくれてありがとうございます。おはようございますっていうことを、おはようございます。そばを茹でながら拝見させていただいても いいですね、そば、おいしそう。ひかるさん、身寄りは坂の上のイラつめと同世代かなとか勝手に思ってますっていうこと。あ、私もなんとなくそのぐらいの認識です。はい、イラつめ姉さんと同じぐらいということなので、もっちゃんからしたらね、ちょっと一個上の世代ぐらいの感じだという認識で見てもらえたら嬉しいです。で、この方の歌がね、どこだ？よし。今回はね、いろいろ読むので、本がいっぱいでございます。これかな？ 552番、まず見ていきましょう。一番有名なのが多分この「鴨の大きみと」のお歌なのかもしれないなと思いながら、鴨の大きみの方からもっていうか、その直接ではないんですけど、やり取りした歌っていうのが残ってて、ちょっとね、私の解釈、この5首残ってたので、ね、ありがたいことにこの歌が1首しか残ってないと、やっぱりそこだけでしか判断できないんで、人物像っていうのがなかなか見えにくいんですけど、で、先週のみゆきさんみたいにね、でも何首か残ってたり、やり取りしてるとちょっとその多角的に人物像が見えてくるんで、立体的に見えるんで、本当にありがたいなと思って、ね、見てみた結果の私の印象としては、結構大友の家の中でもいい感じ株というか、普通にメンタルがブレ、なんていうのかな、不安定じゃなくって、気遣いもできて、でちゃんと女性にもモテるみたいな、言い回しも結構おしゃれだし、でガツガツしすぎてないし、かといってその臆病すぎる感じでもないし、みたいな、すっごいなんか、その大友家で全員で、なんていうんですかね、合コンみたいなのしたら、多分一番押せる人なんじゃないのかなって結構思ってます。これはいいです。池ちゃんも結構いいんですけど、池の主君でも、彼はもっちゃんのお世話で忙しそうなので、お世話で忙しそうとか言ったらあれなんですけど、なんか美織さん結構いいなって思います。めちゃめちゃ胸キュンするかどうかって言われたら、私はもう少しちょっと癖のある人が好きなのであれなんですけど、一般的な女子に勧めるんだったら、絶対この方欲しいみたいな感じです。お、ひかるさん、うちって言ってる、うちで一番モテせんとかすごすぎかんって、ね、一番イケメンはたのしくんらしいんですよね。タビトさんの弟のたのしさんは、万葉集の中で超絶イケメンって本当に文章に書かれてるぐらいなんで、顔、顔面偏差値で言ったら一番高いのはたのしくんだと思うんですけど、彼若干天然か、もしくはちょっと痛いかどっちか、でも私は多分天然だと思うんですけど、天然の毛が多いので、それがお好きな方はっていう感じなんですよね。 どんなあれなんですけどかっていう感じなんですけど、なので総合的に、この何て言うんですかね、このこういう六角形のチャートみたいな、あれで言ったら一番ハイスペなのはみおりさんなんではないのかという今のところの認識です。はい、で552番ですが、52番、552ありました。「みおり大友の宿根みおりが歌一首」ということで、「あが君は訳をば死ねと思えかも」会うよ会わぬよ二走るラム、あが君は訳をば死ねと思えかも、会うよ会わぬよ二走るラムということで、これね、いいなと思うのが、ちょっとね、訳を言うと、我が君はっていうのは天皇様とかそういうのではなくって、ちょっと身分の高い女性に対してこういう言い方をしてるんじゃないのかって言われてるんですよね。で、まあ
カモの大君っていうのをね、あの女王って書いてるぐらいなので、イラツメさんとかなんていう表記の人よりはちょっとあの格の上というかね、あの身分の高い女性でいらっしゃったみたいな感じなんで、あのこれはカモの大君さんに怒られたのではと言われてる歌です。で、で訳はというのは、訳というのはあの自分をちょっとこの卑下して言う、あの自分あのなんでしょうね、一人称なんですよね。あのもっちゃんもその歌い方してるんですけど、あ、ミッキーさん見に来てくれてありがとうですということなので、なのでこう、ね、あなた様はみたいな感じで言って、自分はこの、あのやつがれはみたいな感じでちょっとあの自分を下げて一人称言ってるということです。あ、こんにちはということ、こんにちはで、私のことを死ねと言ってるんでしょうかと。で、会うよ会わぬよ、会えるよと会わない、会えない 夜を、二走るラムということなので、まあ交互に、うん、その会ってくれるよと会わないよが交互に、来て、あの来ているというか過ぎていくんですねみたいな、そんな風に言ってるので、ちょっと会えない夜がすごく寂しすぎて死んでしまうように思いますみたいな、それをこうちょっと柔らかく言ってるみたいな、このなんか全体的な雰囲気とか、この言い方とかそのニュアンスとかめちゃめちゃおしゃれじゃないですか。そのなんかさじ加減がめっちゃ良くないですか、これ。なんかあのね、このニュアンス伝わるかな、伝わるかな、どうなんだろうな、この合うよ合わぬよみたいな感じで言うあのあたりとか、こう二走るラムみたいな、この言い方とかね、なんだろうな、もっちゃんだったらこうはいかないよねみたいな、あの引き合いに出すのも失礼なんですが、なんかこの、ね、直接的にちゃんと気持ちも言っているけれどもこう相手をあの攻めすぎてるわけでもないしみたいな、 なんかこのさじ加減がいいなと思って。安高さんも見に来てくれてありがとうです。お、ひかるさん、なるほど、突き抜けすぎないちょうど良さが高評価かって、そうなんですよ、こうなんて言ったらいいんですかね、あれどこか突出してこうすごくやりすぎていないからこそのこの平均的な良さみたいな、このすごいマイナスもなければめちゃめちゃこう出すぎてもいないって、ちょうどいい、一緒にずっといたいみたいな人なのかもしれないです、うん、身分の高さはともかく皇族出身ですよねと。あ、それですね、そういうことです。あの言葉の的確さありがとうございます。そういうことでございます。皇族出身の方なのでそういうあれになっております。あと大君という言い方ですよね。ひかるさん、かえって懐の深さとか余裕を感じますねっていうこと。そうだ、そうなんですよ、それなんですよ。ちょっとそのね、あのなんか強い言い方すると必死感が出ちゃって余裕のない男になりがちなんですけども、まあもっちゃんはそういうところがしょうがないなって言ってもらえるキャラクターなんだと思うんですけど、まあでもね、こういうそのね、あのちゃんとでもあの強がって寂しくなんかないじゃんみたいな感じにしてるわけでもない、ちゃんと言えてるのがいいんですよねと思うんです。お、ボロ吉さん見に来てくれてありがとうございます。というわけで、こちらがみおりさんのお歌でございますね。ちょっとだけカモの君さんの歌も紹介しようかな。556に載ってるんですよね。カモの大君、大友のすくねみおりに送る歌一首ということで、あ、カモの大君さんはそうなんですよ、あの亡き左大臣長屋の大君の娘なりっていうあの注釈がついております。ということで長屋の大君さんの娘さんなんですよ。あの長屋の大君さんはね、あの長屋の王の変、大君の変で、あの、まあ、藤原氏に殺されてしまう感じなんですけれども、こちらのお歌が556番、つくし船いまだも来ねばあらかじめ、荒ぶる君を見るが悲しさ、つくし船いまだも来ねばあらかじめ、荒ぶる君を見るが悲しさ、ということで、まあ、つくしの船がまだ来ていないのに、もう今のうちからこうね釣れなくなる君を見ると悲しいというふうに言われていておーっていう、おーって、まあ鴨のおきみさんの方はおきみさんの方で、ちょっと あなたの態度釣れなくいい感じなんじゃないのみたいな、こんな感じでちょっと大人のやり取りが
ここのカップルすごいなんかやり取りが大人っていうすごい思います。何でしょうね、いいですよね。でなぜつくし舟かというと、みおりさんはそのタビトさんの九州の言ったらたの赴任ですね、下校に対して一緒に行かれたっていうことらしいので、その時のことを詠んだ歌なのではないのかなというふうに言われております。というちょっとここの大人な感じのやり取り、先週の喧嘩っぷりと全然違いません。ちょっとね、あっちよりはなんか大人な、この何でしょうね、いい感じのこの距離感というか、それを感じるお二人なんですよね。なので結構その恋愛のやり取りとか見ると、どういうその傾向の人なのかとか、相手からもね推測できたりとかするので やっぱりこの喧嘩プルのなんかヨーヨーみたいな、そういうノリよりはちょっと大人なね、ゆったりしたしっとりしたムーディーな雰囲気を感じるやり取りでした。というわけで次がね、578番の旅人さんが亡くなられた時に送ったという歌をお送りしたいと思います。578番「大友の宿根みより」が「秘別の歌一首」ということで、これが旅に出ようとする者が出発に際して歌う歌っていうのを、その秘別の歌と言いますね。悲しいに別れると書いて秘別ですね。で旅人さんはこう大納言になった後も太宰の処置を兼ねていたため、太宰府から弔問使が上京して、その中に身寄りもいたんじゃないのかっていうふうに注釈には書かれております。あ、光さん、旅人と一緒にか別に役職を追ってかもしれませんっていうこと。あ、太宰府結構ね、なるほど、その可能性もありますよね。確かにそうですね。喧嘩っぷるの歌はここから見ても前時代だから攻撃的なのかもって、確かにそれもありますよね。もう少しその時代が何て言うんですかね、上の世代時代なので、もうちょっとこう牧歌的というか、なんかこの原始的ではないけど、そういうのは確かにありますよね。時代が下って平野になると、もっともっとこの間接的な、あまり直接こう気持ちをぶつけ合いをしないっていう傾向にどんどんなっていくので、確かにそれもあるかもしれないですけどね。はい、ということでこの「秘別の歌」は578番「雨土と共に久しく住まわむと思いてありし家の庭はも」。雨土と共に久しく住まわむと思いてありし家の庭はも。ということで めっちゃ最後言いにくい。天地とともに長く長くこう住もうと思っていたこのお屋敷の庭ですね、みたいな。ということで、このね、主である旅人さんがいなくなってしまったことをこう悲しく思うみたいな、そういうお歌になっています。この言い方もなんかね、直接その方がどうこうっていうのではなくて、すごく間接的にこう柔らかく、でも寂しさを伝えているっていう、このなんかね、距離感、やっぱ距離感ですね、みおりさんの良さって。なんかこう相手の心と自分の心の間にあるこの間みたいなのをすごく大事にしてくださっている感じが、ここがなんかやっぱりイケメン感なんですかねって思うんですよね。どうですか皆様、いかがでございましょうか。で次が、これがね、イラツメ姉さんに当てた歌も残っているんですよ、実は一族の中で。で、同世代なんじゃないのかっていうのが、この辺ですよね。もしかしたら、ちょっと下なのかどうなんでしょうね、これ。来ました、来ました。お、イラツメ姉さんの歌の後に載っておりますね。では、大友の宿根みより、彼てまた会うことを喜ぶる歌一首ということで、彼ては離れると書いて、漢字が書いていて、彼てと読ませていますね。なので、離れて長い間で多分離れていて、でもう一回会えたことっていうのを喜んだ歌ということでございます。では650番「わぎもこは常世の国に住みけらし、昔みしより
落ちましにけり。わぎもこは常世の国に住みけらし、昔みしより落ちましにけり。ということで、どういう意味かというと、あのわぎもこっていうのは、まあ、あの歌の中で、親しい女性に呼びかけるっていう言葉ですね。だからこの辺からもその、あのイラツメ姉さんとすごく仲がいいみたいな、そういうあの印象を受けます。で、あのね、あなたはあの常世の国なので、まあ、この世界ではない国に住んでいらっしゃったのでしょうみたいな言ってます。どういうことかというと、昔お目にかかった時より若返っていらっしゃいますよねっていうふうに言ってるんですよ。これ女性から言われたら嬉しい言葉ですよね。もうなんか全然変わってないねっていうより、むしろ若返ってんじゃないっていう、このセンスどうですか。すごくないですか。もうなんか、なんでしょうね、なんかいろんな恋愛偏差値というか人間関係偏差値がめちゃめちゃ高いような気がしてね、またまたって言いながらも言われたら嬉しいあれっていうフレーズを分かってるこの人みたいな、女兄弟がちゃんといるんじゃないのかって私はめちゃめちゃ思うんですけど、なんかこの心の機微をちゃんと分かってる感とかがすごいすごい、なんかこうあざといんですけど、あざといって言ったらあれですけど、あざといんだけど、でもなんかあの、うん、嫌な気がしないあざとさみたいな、多分みおりさんが言ったらこれ全然嫌な感じに受け取られない感じだったんだろうなってなんとなく思っちゃうあれなんですよね。で、690にも、あったのが、うん、イラツメ姉さんの歌七首の後に載っている大友のすくねみよりが秘別の歌一首という歌が載ってまして、でこれがまあ何の秘別かは書いてないんですけども、うん、そう、誰と別れたかについても書いてないんですね。なのでまあ鴨の大きみさんかなっていうのとか、まああとはね、イラツメ姉さんなんじゃないのかなとか、あのいろいろね言われてる説はあるんですけど、誰かっていうのをちょっと分かってないっていうことです。でこれが、690番、照らす日を闇にみなしてなく涙、衣濡らしつ干す人なしに。照らす日を闇にみなしてなく涙、衣濡らしつ干す人なしに。ということで、照らす日、照っているお日様を闇夜に見なして、闇夜かと思うぐらいあのに見間違うぐらいに、涙で泣いていますという、あ、チョボさん見に来てくれてありがとうです。そう、なんか明るさも分かんなくなるぐらい涙で泣いて、目が腫れてしまって、もうちゃんと見えないぐらいになっているっていうことなんですよ。めちゃめちゃ泣いているという。でその衣濡らしつということなので、ね、袖がこう泣いた涙でびしょびしょになって濡れてしまっている、干す人なしになので、乾かしてくれる人もいない、だからそれをね、あの、面倒を見てくれる人っていうか、あの新しい恋人っていう感じですよね、っていうのもいないのでっていうことなので、本当に孤独、その人がいなくなってしまって悲しい、とてもとても心がこう押しつぶされるような感じになっているっていうのを伝えているっていう歌なんです、ね、なんかこの辺とかも、なんて言ったらいいんでしょうね、この感じ、この歌から受けるこの感じを的確に伝えられたらいいのにと思うんですけど、このめちゃめちゃ泣いて悲しいっていうのを、この照らす日を闇に見なしてっていう、その表現とかもなんか、なんていうんですかね、その明るさの対比とかも見事だなと思って、この最初にこの明るい景色を見せた後に、この、ね、照らす日っていうのを見せた後に、急にあの全く逆の景色、闇っていうのに急にパッと転じて、でそれが泣く涙からだとっていう、その理由付けの、その何ですかね、映像の見せ方と、そこからつなげていく景色のなんか見事さ、それに伴うこの心情の変化みたいなのも、あ、この人すっごい口うまいだろうなみたいな、口うまいとか言ったらあれなんですけど、多分なんか口説き方もめちゃめちゃうまそうな気がするなと思って、このストーリー性で見せていく感じとかすごい思いましたね。あ、
キヨさん、イヤホン忘れて聞けない。アーカイブ見るんでってこと、ありがとうです。いや、もうちょっと、お店になかなか行けてなくて、絵本の、カフェをされてて、名前が今、吹っ飛んでる、万葉に来てるから、あれだったらコメントして、コメントしてって。大阪の方であるんですよ。ちょっと思い出したらまた言います。よし。では、そんな感じでございます。ちょっと、みおりさんの、口のうまさが分かってきた感じ、口のうまさ言うたら、あれですけど、分かってきたかと思うんですけど、あ、絵本カフェピコさんです。あ、絵本サロンピコさんです。はい、サロンピコさんです。ちょっと、皆様、よかったら、行ってみてください。ひかるさん、坂の上かな？イラツメとのやりとりは、縁石像との可能性もあるのかなっていうこと。どうなんですかね？どうなんですかね？650の方かな？ 50 の方かな？書いているかな？特に縁石かどうかは、注釈には書いてないですけど、その可能性もありますよね。なんか一族みんなで会った時に、読んだみたいな、ね、可能性もあるのかもしれないです。あ、元子さん見に来てくれてありがとうございます。で、常世の国というのは、ちょっと中があったので読みますけど、まあ、不老不死の、超現実世界というふうに書いてます。で、日本書紀とか、あとは古事記とかにも、で、風土記もですね、とかにも、まあ、記述が見えて、当時の一般的な人には常世の国っていうものが広く浸透していたっていう感じですね。で、まあ、中国の神仙思想、そういうものから影響を受けた、考え方で、まあ、中によると、日本固有の空想世界の上に、中国の神仙思想の、神仙は神と仙人ですね、その影響を受けて形成された理想郷なんじゃないのかなっていうふうに言われています。で、まあ、そこはね、時間、年を取ることもなく、死ぬこともないっていう、そういう理想の世界ですね。病気になることもないみたいな。浦島太郎が言ってしまったのが、そこの常世の国っていうふうに言われているっていうか、風土記の方にはね、あれは何の国風土記だ、丹波の国風土記かなの方には書かれてます。だから、当時は、竜宮城に行ったとか、そういう感じではなく、常世の国に行きましたっていうふうに記載されているので、ここではない世界っていう認識で書いてますね。なんだっけ、不思議、違う、宇宙刑事ジバンでいうところの不思議時空みたいな、そういう、ちょっと分かる人にしか分からない例えですが、あれかと思います。はい。という感じで。では、最後、1434番に行ってみましょうね。1434番、あれ？だいぶ飛ぶな。1400だっけ？ 4400 だっけ？どこだ、どこだ。これではない、これではない。どの本だっけ？これかな。いっぱいありすぎて。1434。これは春の造花。牧八、春の造花の四季の巫女のあるあれですね。わらびの。これかな。OK です。1434番。題詩には、大友の宿で三囃子が梅の歌一首というふうに書いていて、で、三囃子って誰やねんみたいな。三に囃子で三囃子って書いていて、あれって思うんですけど、注釈には、作者の身寄り、作者が、身寄りの誤りかとするっていうふうに書いてるので、カッコ仮みたいな感じです。三囃子さん、カッコ身寄りかなみたいなの歌が載ってますので、一応ちょっとこれもご紹介しておこうと思います。で、霜雪も、未だ過ぎねば思わぬに、
春日の里に梅の花三つ。霜雪も未だ過ぎねば思わぬに、春日の里に梅の花三つ。ということで、霜も雪もまだ消えたわけではないけれども、思いがけなく春日の里で梅の花を見ましたよっていう、そういう歌でございました。ちょっとね、これまでの歌と比べてなんかふんわりしてるし、本当に三織さんなのって思いながら読んでるのであれかもですけど、うん。でもなんかこの梅の花を見たっていう景色をなんかこうふわっと素敵に伝えてくれているお歌ではあるかなと思います。くまんさん見に来てくれてありがとうございます。ということで、いかがだったでしょうか、三織さん。こうふんわりとこの彼の人格みたいなのがうまいこと伝わっていたらいいなと思うんですけど、なかなかそのね、5種しかないので、もっちゃんとかと比べるとこの人格形成がなかなかうまくいかなくて難しいなと思います。ひかるさん、バイカの宴歌の819の文語の森大友の大夫も妙理説あるそうな、あ、本当ですか。ちょっとじゃあ819もちょっと読んでみましょうか。819どれかな、819、あ、これじゃない、どこだどこだ、4冊あるんでね、これどこだっけってなりますよね。819、さすが旅と関連、あ、そうですよね、旅とさんと一緒に九州に行ってるんだったらこのバイカの宴参加してないはずないですよね。ないですよね。819、令和のね、改元の元号の転居になったと言われているバイカの宴の中の一首で見てみましょう。おヒカルさん、ただその頃坂の上のイラツメと同世代だと20代で国主になれるほど身分の高い気はちょっとしない。なるほどね、確かにね、どうなんでしょうね、ちょっと上なのかもしれないですよね。チョボさん、旅人さんのいとこということですかっていうこと、あれなんて言うんだ、いとこなのかな、いとこなんですかね、いとこかな。お父さんのお兄さんの、息子だが、いとこですね。はい。そうなりますね、チョボさんということ。ありがとうございます、ヒカルさん。いとこさんです。うん。じゃあ結構、旅人さんとも仲いい感じだったかもですよね。で、例の819番。世の中は恋しげ、恋しげしえや、隠しあれば、ちょっと外の、音が聞こえてたらすいません。世の中は恋しげしえや隠しあらば、梅の花にもならましものも。世の中は恋しげしえや隠しあらば、梅の花にもならましものを。ということで、世の中は恋の苦しみがつきませんということ。恋しげしえやというのは、まあ、茂っているということなので、とてもとてもその恋が、こう、わーっと煩雑になっていますと。どんなにモテてるんだっていう感じですけど、恋の苦しみがつきませんで。で、隠しあらば、こんなことならば、梅の花にでもなる方がましですって。表になっていらっしゃる。とっても表になっていらっしゃる。まあ恋、もう表になっているというか、まあ、ね、恋の苦しみがつきませんということなので、まあね、誰でもあることかもですし、モテていようがモテていなくが恋の苦しみはいっぱいあるとは思うんですが、なんとなく、何でしょうね、とってもなんかその恋が実らなくってモヤモヤしているというよりは、なんか実った上でそのモヤモヤな感じがしてならない感じでございます。お、ひかるさん、でも年は30ぐらい違う、なるほど、旅人さんと30ぐらい、すごいな、お兄さんの子供なのに、なんかちょっと何でしょうね、この年齢のあれが分かんなくなってきているもう、チョボさん、お年そんなに離れてって書いてる。ヒカルさん、その辺からみゆきに息子ができるのが遅すぎて安丸が継いだ説強し、あ、それですね、そっちじゃないですか、多分それですよ、きっと。いやちょっと今度年齢も含めてすっきり、もう少しなんか大友の家計簿会議したいですね、ヒカルさん。
ちょっとわからなさすぎます私。という感じでございました。いかがだったでしょうか。これでみおりさんの歌全部あれかな。そう、ちょっとこんな感じで名前がその確定している人もいれば、ちょっとねこんな風に表記がこれ誰なんだろうみたいになってる歌も結構あって、万葉集はね。なぜかというと原本がそもそも失われてるんですよね、万葉集って。実は長い時間の中で散逸してしまっていて、今残ってるっていうのは全部写本なんですよ。誰かが原本から書き写してくださった。そう、本当にありがたいんですけど、その写本っていうのが何個かあって、でそれを集めて今の形っていう風にしてあるんですね。なのでその書き写す段階で絶対その表記揺れっていうのってあるじゃないですか、書き写しミスみたいなのとかね。という中でやっぱりそのね、みおりさんが見囃子になってしまったんじゃないのかとか、いろいろそういうのがあるのではないかなと思います。うん、ということで、はい、ひかるさん、息子できるのが遅すぎとか多すぎひんって本当にね。タベトさんも息子さんが息子のやかもちができるのがとっても遅くって、もうお父さんと息子というよりはおじいさんと孫みたいな年齢差だったらしいんですよ。なので大友家なんかちょっとあれなんですかね、子供できにくい説。同族結婚しすぎじゃないですか、大友家。だからちょっといろいろあったんではないのかなという。難しいですよね。チョボさん、大友家年から言ってこうなすケース、年行ってからこうなすケースを教えて、なかなかそこまでできないのかもですよね。でしかも制裁とできないじゃないですか。タビトさんも制裁との間には息子さん子供ができなくって、でもっちゃんもそうなんですよね。制裁との間に子供いないじゃないですか。だからやっぱり同族結婚しすぎて、ちょっとそこがなかなかできにくいご家系になっていらっしゃるんじゃないのかなっていう。でじゃあなぜ同族結婚を繰り返すのかというと、やっぱり富の散逸を防ぐっていうのもあると思いますし、で一族内の方がね、いろいろこういざという時に結束できる、ここね、おじいさんの場合みたいにね、お母さんが別の氏族だったりとかすると、なんていうんですかね、そのいざ戦争になった時とかに大変なことになったりとかするじゃないですか、ね、やっぱそういうのを防いだりとかもあるしね。あ、ひかるさん、まあ正妻の子じゃないかどうかも本当は確かに鉄野先生はね、正妻の子供の可能性があるっていうか、そっちじゃないのかっておっしゃってましたしね。うん、まあその辺はぼんやりしときましょう。こうやって謎が深まっていくというあれでございますが、はい。ではこのみおりさんの、そうですね、皆さんはみおりさんの歌どれが一番お気に召したでしょうか。なんか鴨野おきみさんとのやり取りの歌、旅人さんの遺族に宛てた歌ね、まあイラツメ姉さんに宛てたこう、あなたは常世の国にいたんじゃないのかっていう歌で、あ、違う、その前に、涙で濡らしていますみたいな歌があって、でさっきの梅の歌と梅の歌が2つですね、あったと思いますけど、どれが一番お気に入りになったでございましょうか。どうでございましょうか。うん、チョボさん、箱の中をごそごそ見て回るなってありがとうございます。ひかるさん、あ、やっぱ鴨の大きみかなってことね。あの歌めっちゃいいですよね。私もやっぱりなんか全部見た中で、552番がやっぱりベストではないかなと思って、ちょっと待ってくださいね。最後にじゃあもう一回これを、みおりさんといえばこの歌という感じで、大友のすくねみおりが歌一首、552番、あが君は分けをばしねと思えかも、会うよ会わぬよ二走るラム、ということで、やっぱこれベストですよね。なんかいいっすね。やっぱみおりさんはこう鴨野おきみさんと、こうやり取りしてる時が一番輝いているというふうに、はい、覚えておきましょう。ここテストに出ますみたいな。はい、
長さん遅れてきたのでもう一度ありがたしっていうこと、いやとんでもございません。なんかこう何週かご紹介した後はこう皆様になんかどの歌一番良かったですかねみたいなのをちょっと聞いて回るあれができたら嬉しいなとちょっと今思いましたね。ベスト決めたいみたいな。ちょっともし最初から聞いていらっしゃった方で、ね、コメントしてもいいよっていう方いたら、よかったらな、どの歌が良かったかみたいなのを教えていただけたら嬉しいでございます。というわけで、ね、なかなか聞きながらコメントも難しいですよね。私もなかなかできなかったりするんですよ。特になんか赤花さんとかこうノート買ってつけてますとか言ってくださってたので、書きながらだと大変かなと思ったりしながら、いやでもめっちゃ皆様とこうやって歌を楽しめて本当に嬉しいです。あ、薄井さん梅になりたいが好きですって、あ本当に、あれもいいですよね。確かにね、やっぱ恋愛絡むと良いのかもですね、みよりさんね。なんかその結構梅花の宴の時ってそのね、梅のその場の梅の姿がいいみたいな歌が多い中で、なんかこの自分の恋をさりげなくさらっと混ぜてくるあたりとか、なんかいいですよね。ちょっとなんかその周りの中でもこの恋でこういろいろなんかいろんなことがあった人っていう認識があったのかもですよね。その辺、ああ君ならわかるわかるって言われていたのかもしれないですよねとか思うとちょっといいですね。なんか三織さんの人物像がちょっと今回より今までより立体的に見えてきた気がします。ひかるさん、みおりのことももっと具体的に掘り下げてみますってこと、 ありがとうございます。ちょっとまた研究結果はぜひ教えてください。なかなかね、一人だとこうなこの、ね、平面的にしか見れないんですけど、こう皆様からのこう良さとかを聞けるとめっちゃ嬉しいです。チョボさん、若者らしいみたいな感じになりそうですねってこと、若者らしい、その恋の感じがってことですかね。ねえ、あそれいいですね。なんかねえ、わかるその時代そうだよねみたいななんかそれもいいな、かわいいな。なんかやっぱり年齢がどのぐらいなのか分かってると、その時の出来事がどういう、見方で周りに見られてたとか、本人がどんな感じだったかっていうのももう少し多層的に見えるので、やっぱちょっとこのね、その時何歳ぐらいだったのかみたいなのとか、まあその時どんな状況だったのかっていうのをもう少しこう見ていくのってちょっと面白いかもしれないですね。あ、ひかるさん、エマロとかぶっちゃけ知らなかったってことね。全然歌も残ってないんで、あなた誰なんだっていう感じなんですよ、エマロさん。私ももう名前しかご存じ上げないので、こう正直このキャラクター設定がしづらいっていうのはあるんですけどね。でね、ちょっと皆様も何かで情報ゲットされたら、ぜひコメントでも何でもメッセージでもいただけたら嬉しく思います。あ、そう、あとね、ちょっとだけ言おうと思ってたのがあって、ちょっとだけ待って。ね、これ先日表紙の総画をした本がね出て、あ、こんな感じでこの可愛くねしてもらってるんですけど、お、あ、チョボさん元も奥のお供家情報ということ、ひかるさん、週にいないとまた情報が少ないお供家、週なんて読むんだろう、確かにそうですよね。あ、週って万葉集かね。そうですね。で、これね、この間ちょっと友達と一緒に見ていたんですけど、ここにこの
数秘から見たこの人生まれのこの日生まれの人っていうのが情報が載ってて、これが結構あのなんか自分たちの見てた時に当たってんじゃないのかっていう話になって、自分とかあの、ね、気になる人 の, あの家族とかね、あのいろいろ見てたら当たってそうな気がするって言って、じゃあここから逆にあの万葉歌人たちのなんていうの歌から見える人格を想定しながらここに合う、日にちを見たら誕生日かっこ仮を特定できるんじゃないのかっていうどんな仕様なんだみたいな、それを思いついてバーって見ていって、まあ大体何座かなみたいなあの当たりはつけているんで、その辺りを中心にしては見たんですけど、でこれであの多分この日っていうのをとりあえずもっちゃんとあの池ちゃんと大嬢ちゃんと人様と赤人さんでやったんですよ。なぜこのセリフとかっていうと、あのそれぞれの推し歌人プラスアルファなんですけども、で見たらあの私が前にいろいろバーって調べてあのホロスコープで何をしてるんだって感じなんですけど、当時のねあの年代とあのもっちゃんが生まれた年ですよね、年でなんとなくこの誕生日なんじゃないのかなって当たりをつけてた日とこれで見つけた日が、ま、全く一緒だったんですよね。やばいと思って、これがあのひとまろ様も私ホロスコープ作ってて、でそれもあの2個候補があったんですけど、2個候補があったのがホロスコープに2個候補を作ってたのと全く一緒だったんですよ。やばい、これ実は当たってるかもしれないと思って、ちょっとあの今そこら辺でもう少しあの精細な情報っていうか、もう少しこの生まれた年とか、あのなんていうんですかね、この事件が起こった時にこの星がこうだとなんかそういうのが合致するみたいなのがいろいろあるので、その辺からなんとかあのもう少しあの確定できないだろうかっていうのを今やってるところですみたいな、アホでしょうと思いながら、あコメントありがとうございます。ひかりさん、中もずっとカラーなんですねって、あそうなんですよ、あの1日1種でバーってあってね、あのちょっとしたなんかこういう小ネタみたいなのがね、またこのオタク心をくすぐられるっていうか、あの変な知識がめっちゃ入ってくるんですよね、この学名の由来はみたいなのとか、好きでしょみんな、あのなんでこれでこうつけたんだみたいなのとか、ギリシャ神話の由来ではみたいな、うん、あこれとかね、ギリシャ語で唾液を意味する語に由来する俗名からでとか、ね、唾液でつけられた花っていうのを知ってしまう悲しさっていうね。ね、おあ、チョボさん、かわいい、そんな花の模様の帯欲しいっていうこと、あ嬉しいです。なんかね、あの帯とかできたらいいかもですよね。ちょっと考えてみようかな。あすごい、何月何日っていうこと。いや、さかのぼりホロスコープ気持ちはわかる、ね、こうなぜ誕生日を知りたいかというとあの誕生日にその方の誕生日会をしたいだけっていう、アホですかっていうあれなんですけど、でも人様の方はあの生まれた年代すらもあの不明なので、その生まれた年代が確定できたらこの事件の時に何歳だったのかとかいうのが何でしょう、想定できるっていうか、そこが知りたい、あとこの歌を読んだのはおそらくこの時なんじゃないのかみたいなのも分かってくるので、なんか過去仮の歴史が作られていくみたいな、あの想定ではあのもっちゃんの誕生日は2月21か22なんじゃないのかっていう話になっていて、過去仮でできたらなんかニャニャニャの日だし2月22がいいなみたいになっております。ちょっとね、でもそこの今解釈を考え中で、2月21だとあの月が蟹座なんですよね、月星座が蟹座で、で22になると月星座が獅子座になるんですよ。どっちの解釈の方が合ってるのかなっていうのを今精査中です。私は月蟹なんじゃないのかなと思って21推しではあるんですけど、でも獅子もありかもしれないなっていうのは、なぜかというともっちゃんが異様に獅子座好きなので私と一緒かみたいな、なんか月カニだ、うん、月獅子だと、まあ、あの太陽獅子の人に惹かれるっていうのも分かる気はするなっていうんですけど、思うんですけど、でも
ね、21だと月火に6ハウスになるのでメンタル的に体調を崩しやすいっていうのが、あの越中に赴任した時に弟の死の後だいぶ病んでっていうか、あの体調崩してたのとか結構当てはめられるんじゃないのかなとか、その辺とかを考えたりしてます。やばいですね。ちょうえってさんかな、見に来てくれてありがとうございます。というなんかそういうやばい精査をし始めてます。あ、ちなみに人様の誕生日は7月26か9じゃないかと思っていまして、これがね、あのどっちの花もやばかったです。あのちょっと見て、あの、ね、この3月ぐらいだとこういう可愛い花なんですけど、もうね7月になるとこのドバンバンみたいな花しかなくって笑うみたいな。人様のこっちかこっちで考えてますどっちもっぽいみたいなっていうあれでございました。はい、おチョボさん今度シビト数でも確かめ、あ嬉しい、シビト数でぜひ、あの何個かの戦術で、あの一致したらより精度が高まるんじゃないのかなって思ってたとか言って、やばいなこれ。ヒカルさん獅子座候補でしたっけ、ひとまださん。そうなんです、獅子座ですね、絶対獅子座ですね多分。で、あのちょっといろいろこのバッて見てたら、あの大嬢ちゃんと池ちゃんももしかしたら獅子座かもしれないと思って、ちょっとあのもっちゃんの獅子座好きがやばいっていうあの感じになっております。チョボさん華やか人様っていうことね、絶対それですね。でちょっとそれでいくと赤人さんが多分ヤギ座だっていうことが判明しましたと勝手に確定していく、各人の星座と誕生日みたいな、1月4日じゃないのかなって言ってますもうおかしい、頭がおかしくなっていってますけどね、私なんかね乙女ぐらいなのかなとかちょっと思ってたりとかしたんですけど、獅子座じゃない、あのヤギっぽいですね。で、タビトさんが私カニ座設定なので、ちょっと今度この辺でカニ座あたりで調べてみようかなと思いながらも、あのちょっとでも精度的にはヒカルさんにこのぜひあの どの日なのかを、あのカニ座じゃないとかいうあれもあるかもですし、ちょっと教えていただけたら嬉しいなと思っております。どんなあれだみたいな、ね、ちょっとこんな感じで皆さんもよかったら、みおりさんこの日なんじゃないのかなとか何かあったらあの教えていただけたりとか、こんな感じでね誕生日のわからない人をちょっとこれから見てみたりとかしてみるといいかもしれません。あのね、あの現実的な使い方もいいですけど、こういう非現実的な使い方もぜひして楽しんでいただけたらなっていうか、結構ねこれ楽しかったんですよね。このおひかるさん、私のタビトさんはカニ座じゃないです、すみません。え、何座ですか、マジでカニ座じゃないの、何座、あのなんかこう みんなをこうなんでしょう、こう面倒見ている感じとか、あのなんか宴のバイカーの宴のあの感じとかすごいカニっぽいのかなって思ってたんですけど、どうなんでしょう。でもちょっとその辺の解釈皆様もあったらぜひ、ないよね、普通ないよねおかしい使い方をあの一旦でございました。というわけで、あのこんな感じで今の経過報告、またもう少しあの、精度が高まったら皆様にご報告するかもしれませんが、ヒカルさんの相性なんでそっか、一人で深く楽しみたいあれかもですね。ちょっとヒカルさんのホロスコープの方からタビトさんを見てみようかな。ちょっと今度教えてください、あの金星とかが何にあるかとかで、あの好きなタイプっていうのが分かるので、金星、うん、ちょっとヒカルさんのホロスコープをちょっと今度聞きます。でそこからタビトさんおかしいよね、うん、あ嘘、そのうちっていうこと、じゃあまた時が満ちたらぜひ教えてください。あとあのホロスコープからちょっとあのタビトさんも推測させていただきますあ、ヒカルさん年がバレるのが怖い、大丈夫、あの考えてみて、あのもっちゃんとかとね比べたら年の差なんてあのミリだから全然あの誤差だから、はいという感じでございます。ではでは、ちょっと長くなりましたので、また来週はみおりさんの弟
弟の美中さんかな、その辺を行ってみましょうかね、うん、でちょっと何種あったか分かんなかった、分かんないので、足りなかったらあのエマロさんの息子に駿河マロさんと言って、もうマロやめてですよね何個マロあるねんっていう、もうマロお腹いっぱいってみんななってるのはちょっと今わかるんですけど、あのもう少しちょっとちゃんとあの説明するので、コマロさんはもう覚えたでしょ、あの遣唐使の副使士で、鑑真和尚を無理やり連れて帰った人っていう、ね、あのなんかキャラクターと結びついたらちょっとずつ覚えられるのであの、ま、マロ飽和状態っていうのを少しあのちょっとだけあのキュッとしてもらって、あのもう少しお付き合いいただけたら嬉しいです。はい、あ、ヒカルさん、駿河マロはエマロの息子設定かというここも解釈ぶりあるんだ、どうしよう、え、そんなに売れてましたっけそこら辺。はい、ちょっともう少しじゃ あの家系図を整理しておきます。はい、あ、チョモさん、鑑真のあたり聞きたいということ、じゃあコマロさんのやつももう少しまたやりますね。なんだろう、あ、まあ、そんな詳しくはあまり残ってないんですけど、あれ日本書紀や初期か初期日本儀かなんかに書いてありましたよね。はい、ヒカルさん、何これ、マルは代弁のことらしい、マジで、あ、マルか、あー、マジで、なんでそんな変な名前つけてんの、なんだろう、イミナだから、え、違うな、イミナがこれだよね、え、どういうこと、あのおまるってあるじゃないですか、あれはまるものだから、まあ、おまるなんですよね、なんだろう、まるっていうのがその言ったら排泄をするという言葉で、昔の言葉で言うと、だから代弁をする方を大まりで、小便をすることをゆまりっていうのかな、っていう表記をしてあるんですよ。大丸は多分あの大きいで丸なんですよね。で、湯は多分お湯の湯だと思います。もうそのまんまですよね。なので、うん。だからあのあれですよ。あの男性器とか女性器を表現するのも多分そのマリ丸っていうあの辺からの派生です。はいはい。マロ。そういう名前をつけることで死なないようにするみたいな、それかもですよね。ね、それで魔除けのためとかね、なんかありますよね、そういうわざと変な名前つけたりすることでこの悪用とか寄せ、なんかキラキラした名前だとその素敵なものだっていうことでその悪いものが寄ってくるので、わざとそういう変な名前をつけてマジかなんか衝撃ですね。とりあえずもっちゃんはその変な名前なんだろう、板ネームみたいなのをつけられてないくってよかったねっていう風にしときましょうかね。流行りだったんですかね、そういうのがね。うん、悲しい事実でした。今度からマロを見るたびにあのみんなそれを思い出して、あ、代弁だみたいに思うんですかね。おじいちゃん安い代弁、ちょっとどうなんだろう。コマロさんは、もうなんか考えていくとやばいですね、これ。完全になんかあの小学生が喜ばれですね。あ、人様は、やめて、それだけは考えたくなかった。ちょっと衝撃の事実ですね。あの、うん、聞かなかったことにしようかな。ということで、なんかすごい話題で終わってるんですけど、いや、ありがとうございます。あの、非常に有意義なものでした。何でしょうね、多分小学生に、万葉歌人を覚えてもらいたい時にこのワードを出したらきっとみんな喜んで食いついてくれるだろうなっていうのだけはすごく分かったので、小さなお子様の前で万葉集の話をする時は胃の一枚にこれをさせていただこうと思いますいいネタゲットしたっていうゆりさん、的確にマロを外して読んでらっしゃる。本当だ。無意識にマロを外してた人様って。そうっすね。何かしらの、あの、うん。何かのセンサーが働いてたんだと思います。あ、なるほど。魔除けのためとか、タイムラインでどなたが、たちが言ってましたっていうこと。なるほどね。あ、クマンさん、円滑儀みたいなっていうことで。ね、ですよね、きっとね。ね、うん、ね、なんかそういう流行りがあって、そのゆえにみんな喜んでそれをつけていたという、
まあキラキラね、なんね、あの女の子の名前とかでも一時そのなんとか子さんってつけるのがとてもあの流行ってた時代があって、あれもともとそういう皇族の方しかつけてなかったのかな、なんか子ってなんとか子さんっていうのでなんかそういうのつけてもいいみたいになって、キャーみたいになったっていうのが、誰かマロをやりだした人がいたんですよ。初マロ誰だっていう話ですよね。これ歴史たどってみてみたいな、初マロの人からこのマロブームが来て、でまあちょっと時代を経てマロがこう落ち着いてみたいな、なので一番流行ってたマロの時が人マロ様の頃だったのかもしれないですよね。まあまあいいか まあいいかみたいな、そう初マロと最後マロをちょっと調べたいですよね。初マロ気になるな。まあ、ちょっと皆様もじゃあ初マロ探しと、まあ、あのご自身の誕生花ぜひ見てみてください。はい、なかなか楽しかったので、あのキャラクターを描くときにこの誕生花を後ろに背負わせたいなとかちょっと思っております。ということで、じゃあまた来週あの元気でお会いできますよう、今週も来てくださり、あのコメントくださり本当にありがとうございました。あのコメントなくてもあの後から師匠の方ももう全然あのいつも見ていただいてるのが本当に本当に嬉しくって、何かこれが楽しい、今日の楽しいになればいいなと思います。では来週もいろんな妄想を皆さんとしていきましょう。ではでは、ありがとうございます。